バレンタインデー、どうしようかな。歌詞作りって難しいですね。あ、いえ、なんでもないです。ハッピーバレンタイン、オーナーさん。あ、みんなには内緒だよ。早く来ないと私が食べちゃいますよ。オーナーさん、ハッピーバレンタイン。今日はバレンタインですね。オーナーさんは誰のチョコが欲しいですか？マリーはお菓子作りも得意ですから、期待しててくださいね。今日はバレンタインデーよ。期待してなさい。期待じゃなくて、覚悟かもね。バレンタインデーね。何よ、別に何でもないわ。今日は殿方に愛の告白を行う日。さーて、チョコレートは美味なものじゃな。そなたにやるのはちと惜しいが、今日はバレンタインデー、ちょっと恥ずかしいけど頑張らな。うち洋菓子作りは得意じゃなくて、あんまり期待しないでくださいね。オーナーさんは甘いもの大丈夫ですか？じゃあ楽しみにしててくださいね。こう見えても私お料理得意なんです。後で食べてみてくださいね。そのチョコレートとか。オーナーさんは甘いものお好きですか？え、あの深い意味は、その、バレンタインデーか。私洋菓子はあまりわからなくて、その味は期待しないでね。今日はバレンタインで、まさか受け取らないとは言いませんわよね。本来なら最高のものを用意させるのだけれど、今日は私の手作りでよろしいかしら。あ、おはようございます、オーナー。あの、やっぱりあとはあとでね。オーナーはさ、バレンタインみんなからもらったりするの？そうなんだ。
日本ではバレンタインにチョコを送るのだとか。食べ物での怪獣策は効果的です。ごくり。チョコレートを作っていたのですが、途中でなくなってしまいました。お腹いっぱい。ねえ、オーナー君は甘いもの好き？嫌いでもあげちゃうんだから。甘いスイートチョコよりもちょっとビターな大人チョコあげちゃおっかな。甘いスイートチョコよりもちょっとビターな大人のチョコあげちゃおっかな。オーナーさん、今日はバレンタインデーね。チョコレート？さあどうしようかしら。オーナーさん、渡したいものがあるんだけど。やっぱり後でね。今日はバレンタイン。女の子の方から愛の告白を。オーナー様、日頃の感謝と愛を込めて受け取ってくださいね。チョコレート？もちろん差し上げます。ワンコにチョコレートは毒ですから。はい、これギリチョコです。それ以上の意図はありませんから。バカ。バレンタインのチョコレート、欲しければ3回回ってワンと言いなさい。お前わしのチョコレート欲しいのか？わしからチョコレートをもらおうなど千年早いわ。まあこれでやっても良いけども。チョコレート？もちろん勝負に勝ったらなんて意地悪しちゃダメですよね。私に勝てたらチョコレートを差し上げます。手加減？もちろん真剣勝負で。甘い匂いがする？バレちゃいました。もう少しでできますから待っててくださいね。チョコレートたくさん作っちゃいました。もちろん全部オーナーちゃんのですよ。オーナーさん、甘くてドキドキな匂い？パティもドキドキしてるよ。パティ知ってるよ。今日はチョコの日でしょ。パティもちゃんと用意してきたよ。どこに絵を描くの？紙に書くより全然難しい。誰の？
それは…バレンタインなんて…漫画のイベントでしか…え？甘い匂いがする？それは…気のせいです。バレンタインデーは愛を確かめ合う日なの。ほら、ハニー、私の愛見せてあげる。なに、ハニー、本命チョコが欲しいの？焦らないの、ちゃんと用意してあるわ。オーナー、甘いもの好きだったよね。じゃあまた後でね。オーナー、後で部屋に行ってもいい？渡したいものがあるから待っててね。チョコレートなんて、ちゃんと用意してあるよ。あ、オーナー、チョコレート後で受け取ってね。今日はお茶の時間に甘いものを用意しています。そういう意味とは言っていません。仕事を始めますよ。あの、オーナー、お疲れではないですか？チョコレートには集中力を高める効果があり、つまりそのマニュアルに沿ってチョコレートを作ってみたのですが、後でその評価をお願いします。